皆さんおはようございます。おはようございます。今日はね、前回上げた動画と同じ場所、リベンジということで、いや今日ね、もうマークもおるけど間違いないと思います。もう自分一人やったら心細くてね、発射できれないんで、下手くそなんでね、こちらがいるとね、もう確実釣れるんで、ちょっと皆さん見とってください。はい、それでは今日はサポッティングということで、まあ最後までしっかりとサポッティングしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、1投目使用すべきディアイソですね。キャストプラス 3.5。あ、ベイトもいい感じやね。このテトラキはをちょっと探ってみようかな。あんまりまったりっていう感じよりはテンポよく探っていく感じでやっていきます。おー、潮いいじゃん。重いね。潮いいですね。今ボトムまで落としてます。テトラギは払い出してる潮ではないですね。ちょっと当ててる潮っすね。左に行ってんのかな。ちょっと当てながら左に行ってる感じですね。あんた何のヤギ場使うと今3号はじゃなかった。おー、来たよ来たよ来たよ、ほら来たよ。おい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 、いいんじゃない、サイズ。いやー、まあまあちょっと怖いですけど嬉しいですね。うん、いいですね。反応しとったもん、ヤギに。ゆっくりほうがよ、ゆっくり。怖いですけど、怖いですけど、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。初めてやろ。あ、いいじゃん、言い方言い方、取り上げれるね。俺の本蔵で。ゆっくりよ。いける？安い、届くか届くか。あ、いいサイズ。どうどうどう。よし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 。これがですね。サポッティングです、ね。やりましたね。サポりますかね、そこ。サポりますよね。いや、素晴らしい。やはりサポり、サポらしい。ちょっと500、今日目標500なんですよ。じゃあ測ってみていいですか、軽く。まあ、あ、ポンドになってる。グラム、グラムね。グラム。はい。おあるでしょ、これ。500は。あ、頑張って頑張って頑張って。おめでとうございます。僕今こいつはもう一回それなんすか、現役ラトル入っとった、これ。入ってません。これちょうだい。やれませんやれませんどうした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 、釣れてる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 。あー、くん今日2杯目。でもちっちゃい。ちっちゃくないちっちゃくない、ちっちゃくないって。さっきより大きいよ。うん、あたちゃんよ。あたちゃんやね。そんな大きくなかったね。あ、さっきの方が大きい。こっちあげる。あ、これが持つか。これちょっと地面置いたらもう抜くかけんさ。もうちょっと、伸びる？伸びるね。いやいや、いいっすね。あたちゃんの方やけども。もう、さっきと同じ AG？ さっきと同じ AG、AG です。AG 嬉しいな。はい、移動してきました。はい、ほんと夏い。夏い？夏い。すごいね。マク2杯釣りました。何個？九州限定。何それ？あ、ブラックモンブランね。モン。ブランのチロルチョコバージョン。アイス聞いておりましたけど。はい。ってことでね、マクはオリカ2杯。はい。見事。まあ実態ですけど。いやいやいや、500も入ってるんでね。目標もクリア出てますんで。え？あれは公式は公式の方は頑張ります、今から。はい、そうですよね。はいはい、そうです。何枚言ったんですか。ああ、はいはい、釣っていきますんで、バシッと。はい、じゃあ意気込みを、午後の部、後半。はい、いろいろ必ずやる、あたし、チャイ。怖かった、落ちっぱくやった。ちっちゃいけど来たよ。おお、引く引く引く、落ちっぱくやったね。出ました、落ちっぱく。おったね、やっぱり下盛りの際に。
沙織ちゃんです。リア磯のキャストプラスですね。ありがとう、頑張れ。そう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 、3倍ぐらいおる。4杯、5杯、6杯。うわ、めっちゃおるやん、そこ。抱いた。うひひ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 ねえ、やりましたけど。いやー、すごかったですね。勝手にですよ。勝手にサポッティング。パパパパフパフパフ。はい、お疲れ様です。マーク今3杯。3杯、ナイス。今日3杯とも同じ、これでしょ。いや、いいんやろうね、こう見え方が今日ね。まあ、ここもラストポイントっていうことでね、ラスト頑張っていきましょう。はい、はい、イエーイ。追ってますね、追ってきてますね。追ってきてますかね。ダブルダブルでいきませんかね。いません、もういませんね。美味しいですね。いや、でかいですよ、結構。いいサイズですよ、結構。上手ですよ、いいサイズです。はい、はい、いいサイズ。ブリアゲグン、ブリアゲグン、ブリアゲグン。危ない、危ない。ちょっと危ないよ。やめてほしい。はい、もろた。はい、よかった。にひめ。おつ。リア磯の維持級食わせ。3.5。おーし。450。450。450。400ね。400。サービス。あ、おるよ。あんたのラインのとこ。よいしょい。はい、はい、はい、来たんですね。はい、ありがとう。逃げて。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、最後ちゃちゃって釣れたですね。面白かったですね。いや、なんか今日ね、一つ勉強になったのが、エギのカラー。マー君のこのエギ、このカラー、これにね、すごい反応があって、見え方が違うんでしょうね。まあ、そんなことで今日はね、これで納棺させていただきます。よし。どうやったんですか、今日なんか意識したこととか。そうですね、僕まあ初心者で、最近こう塩が効いてるか効いてないかっていうのも分かりだして、これでもその中でも中層なのか、そこよりちょっと上のあれなのか、塩が効いてるところ、効いてる場所で、そこでエギをこう流すようなイメージでやったような気はあるんですね。やっぱ活性はなんか今日見とって高かったよね。活性いいかは楽しいっすね。2回目の引きがありますからね。でもジーって。最近ですね、はい、ありがたいことに見てくれる人が結構増えまして、まあ、ぜひね、チャンネル登録の方もね、していただけて、していただけるとね。かもねえよな。大事なとこや。ぜひね、チャンネル登録なんかもね、していただけると嬉しいです。通知もね、ベルマークボタンが右下の方にあるんで、押していただけると通知が入るようになるんで、リルレ来たよって。はい、アップしたよ、アップしたよ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。